はい。ようでしょう。長田卓夫です。本日はですね、PlayStation 5関連についてちょっとお話ししていこうかなと思って。えー、まあ先日、新型ね。まあ型番が新しくなって、なんだろうな、この本体の重さが 300g 軽くなった。 で、これ下台があるんですけど、ね。これのまあ、ネジとかね。そこら辺が若干の変更があるものが出たと。いうところもあって。俺もこれ、5ヶ月ぐらいですか。もうそれぐらいになるので、9月で半年になるんですね。だから。9月で、だからもうすぐ半年だね。 なるんでちょうどいいかなと思って、現状、プレイステーション5で、まあ、毎日ゲームやってたりするんですけどそれも踏まえてで、こうやって、ね、見ても分かるようにこれ黒の,黒の外装に俺交換してたりしたりとか、まあ、あとはその黒の,、ね、そのコントローラー買ったりその他の周辺機器も買ったりしながら使ってたりするんで、まあ、総合的な感想みたいなところをお話ししていこうかなっていう,ふうに思ってます。で 先日から出ている新しい型番のところっていうのがまあそのさっき言った台を取り付ける部分のネジが変わっているとか重さが軽くなったっていうところでしたけど他に何が変わったのかっていうのがまあ実際にこいつ新しいのと古いのとを、まあ、あの入手して分解された方がいて。 そこの方がもう詳しく解説してる動画結構出回ってると思うんでそちらをまあ拝見してもらってもいいかなと思うんですけど実際問題はその中の冷却機構に関して変更が加えられてるっていうのが判明しましたねファンがねえっとこのフィンの枚数増えてかつちょっとそのこの羽の部分フィンの大きさもちょっと 変わったりしてるのとあとは中に入っているヒートシンクがちっちゃくなってるようですねそれによってどういう風になってるのかっていうのとかっていうとまずは 300g の軽量化がなされたっていうところまず 300g 軽量化されてるんですけどそのほかに、えー、と駆動音が若干小さくなってるようだと。 これはただ本人の、ご本人のなんか体感みたいなものみたいなんで、現実にその何デシベルっていうのが測ってる絵が出てきてるわけじゃないから、そこはどうなのかなっていうところがあります。もともとあとあのデジタル版とこうディスクと裁判っていうので、それぞれまた音も変わってこの、ね、ディスクと裁判は割とディスクを入れて、ディスクでゲームを始めると最初音が鳴ります。 割とね、これはでもどのプレイステーションもそうだったんでまあ許容範囲内じゃないかなっていうふうには思うんですけどで行ってその起動しちゃってからは割と静かになるんでうんっていう感じなんですけどちょっとそこは本人ご本人の体感なのかなっていうのは若干あったりするんですがでなんでそうやってファンも変えたかっていうのが元となってるそのヒートシンクを小型化したところって っていいうとこみたいですねだからそれによって実際問題はその発熱が大きくなってると23度ほど高くなってるみたいなんですねでそれもフィンを新しくしてそうなってるので、まあ、ヒートシンクを小さくすることによって、まあ、熱が上がるっていうのがなっちゃったんだろうねまあどっちがいいかっていうのもあると思います実際のところ こういうものって最初の頃って結構なんて言うんだろうな過剰って言ったら言葉は言い過ぎだけどぐらい例えばヒートシンクを大きくしてますとかファンファンも大きくしてますとか、えー、いろいろやってそれがだん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 こう抑えられてって小型化されたりとか軽量化されたりとかっていうところじゃないですか。 まあそこにプラスアルファなんかパフォーマンスが上がればいいよねとか消費電力が上がればあの小さくなればいいよねっていう部分はあるんだけど基本的にはだんだんまあこれぐらいでいいでしょうこれぐらいでいいでしょうっていうのが重なってってそうなってくるわけですよねあとはまあ素材の代替とかだからヒートシンクが小っちゃくなることは何も悪いことでもないのかなっていうふうに思ってるしその熱が2、3度高くなるっていうのもまあ例えば熱が 例えば40度とかだったとして、それが42度になったからとか43度になったからっつって、まあこのプレイステーションがダメになるっていうわけではなくって、まあ動いてるわけでね。だからそのソニーとしての許容温度、動作温度の範囲内だからそうしたっていうのが結果ですよね。だから、そこもまあ、どうなのかなっていう部分はありますねあの。ダメではないのかなっていう。ただ一点、 消費電力も大きくなっているようなんですよね、うん。まあ、それはファンを変えたりしてる部分が多いあるのかもしれませんけど、消費電力が若干上がってるみたいで、そこはちょっとマイナスと捉えられても仕方ないかなっていうふうに個人的には思ってたりします。はい。まあ、何にしても、その、初めの方に出てくるものっていうのは不具合があったりとか、そういう不安もあったりはしつつなんですが、 まあ若干、そのソニーとしても、まあ、ブラッシュアップをしながらいると。ね、あのまだまだその需要に供給が追いついていない部分でありますけども、その中でもいろいろと変えながら来ているというところだというところですよ。で、私の話に移りますけども、俺がこのプレイステーション5を買って、変えて、 買うことができたのは本当に幸運だなって今の現状を見てても思うんですけどもその中で、まあ、約半年の間にどんなことをしてきたか、まあ、まあゲームをするのはもちろんそうなんですけどまず、ね、見ても分かる通りでさっきも説明しましたけども外装を黒にしました黒のプレートはですね えっと、一応概要欄にも載っけておきますけども、だいたい5000円ぐらいで買えたっていう感じです。うん。なので、そんなに、なんだろうな、高くもなく、けど、品質はすごくいいです、これ。えっ、ー、と、外装のこっちの方はマットブラックで、で、あと内側、内側ですね、このプレートの内側。実は、この、 オリジナルのプレイステーション5でも白のプレートの内側には丸と三角とバツと四角がすごい細かくね、掘られてるというか、それでボコボコってなってるんですけど、ま,あ、まさかそれと同じことはしちゃいけないと思うんで、えっと、ここの、えー、買ったところの、まぁ、あ、なんていうんですかね、えー、計らいで自分たちの <laughs> なんだ、ロボット。ロボットのロゴがあるんだけど、それがバーッとは入ってたりします。なか細かいところまでしっかりされてますし、あとはこの中外したところの爪なんかもしっかりと、まあ、あの差がないような形で作られていたりしてたんで、オリジナルと。なかなか品質いいなっていう感じがしてます。で、えっ、ー、と、この、えー、黒外装はこじ、これ自体はこれディスク搭載版のね、 ディスクドライブがあるものなんですけどももちろんデジタル版もありますしあとはこの真ん中ですね真ん中に貼るスキンなんかも何種類かあってそこでその同時注文できたりもしてまあこの部分の保護兼なんていうんですかね気分替えというかそういうこともできるようになってます真ん中の部分ねめっちゃ傷つくんですよ俺も,かもう結構傷ついてる特にこの USB のところ最初の頃って ここを抜き刺し結構してたんで、それがね、コツコツコツって多分当たってたのがあって、一発で入らずに、うん。それで傷がね、結構ついてたりするんですけど、そういった傷がもうつけたくないっていう方はですね、そういうスキンを購入するのもいいかもしれませんね。えっと、PlayStation 5用の なんだろうな、周辺機器というか、アクセサリー系で、アマゾンとかで検索すると、他にも保護フィルムみたいなのが出てくるんですけど、割とこの USB の部分って、がっつり空いてたりする保護フィルムが多かったりするので、ちゃんと保護をしたい方は、もう完璧に、こういうね、広い面の部分って別に傷つかないですよ、そんな。ここ、USB の部分、そこまでしっかり、 その穴を割とフィットさせながら貼れるかどうかっていうところを考えてフィルムなりそのスキンなりっていうのを選んだ方がいいと思います。はい、っていうのがまあこの本体に関してですねでその他で言うと,、えー、とコントローラー黒いのを買ってますだからここに合わせるといいなと思って全部黒で統一しようと思って黒を買いました。 まあ、もちろんこれは公式のやつです。で、これはですね、うん、本当だったら保証を使えばどうにかなるところだったんだと思うんですけど、こっちのオリジナルでついてきてたコントローラーなんですけど、ゲームしてる時に、まあいろんなところで話題になってますけど、スティックが入った状態になってる。ん要は何も押してないのに、スティックこうやって入れてる状態のように認識されて、 動いてしまうっていうのがいくつ何回かあったんですよ。はい。で、それが起こり出すと割と頻繁に起こる。あ、今日もかみたいな。なってましたが、えっと、この黒のコントローラーにしてからはそんなことを起こらず普通に使えてます。なので多分付属してたコントローラーがダメなやつだったんだろうなというところです。はい。俺なんかもう買,い買っちゃったし、 まあそういう意味も込めて、あと、この、なんだろうな、全部黒で統一したいってい統一感も考えて、もう新しいの買っちゃったから、まあいいやって感じですけど、まあ普通だったらこれ、交換か修理するんだろうね、保を使ってね。俺はしませんでしたけども。そんなことが起こりました。俺も起こりました、そういうことは。ネットとかでね、報告されてるようなこと。で、さらに買ったのが、あとは USB のハブですね。 USB ハブ買ってます。これはサブレントっていうところの本当に多分2000円ぐらいじゃないかな。のやつで USB3.0 を拡張できるものを買ってます。要はその前面の方にあんまりこう刺さないようにして裏から前に持ってって使ってるんですけど裏側の USB だけでやると結構もう 数がいっちゃうので、こういう風にしてます。俺、コントローラーも有線で繋げたりしてるんで。うん、で、ここに何を、えー、やってるかっていうと、あ、そうだ。こいつですね。なんでこれにしたかっていうと、青く光るから <laughs>。です。<laughs> 青く光るんですよ。これね。あのー、繋げるときに、一個一個スイッチを入れとかなきゃいけないんですけど、青く光るので、あのー、他のね、PlayStation ブランドが、 黒と青でしょ黒と青と白か。うん。で、俺その中で白だけを排除してってるから、黒と青だけ残しっていうのやってて。で、そうすると、立ち上げた時にこいつ青く光ります。このコントローラーも、まあ、満充電の時青く光ってます。で、こいつも青く光ってます。っていうところで、こう統一感出して、というところでこ,これにしてる。で、あとは、これですね。 あの、USB メモリー。これはあの、PlayStation 5から動画データだったりとか、そのスクリーンショットとか、そういうのを抜き出すように俺は使ってるんですよ。これは、こっち側が USB3.0 で、こっち側が Type-C なってるものですね。で、両方とも出すとこうやって、端子も隠せるっていうものです。これは k i n g s t o n のものになってますが、 まあこれも黒で統一してたりします。というのを買って使ってますね。だただね、この先というところで言うとヘッドセットちょっと新しくしようと思ってはいるんです。今使ってるのが、この、こいつね、もうレイザーの一番安いやつ使ってて、まあでもこれすげえいいですけどね。はい。あの、ただ最近ちょっと、あれだな、調子が良くないんで、 いい加減ソースをそろそろ変えようかなって思ってるんですけど、去年ぐらいに買ったやつで、デザイン的にも気に入ったの。この、このね、俺フレームが好きなの意外と。ヘッドホンらしくないというか、こういう作り。緊張感のある作りになってるのがいいなと思っていて、ここら辺好きなんですよね。うん、ただ、さっき言ったように、プレイステーションブランドは、 白と黒とブルーなんで、青なんで、レーザーグリーンじゃないですか。だからちょっとね、これ変えなきゃいかんと、いうふうに思って、ずっと狙ってるのが、スティールシリーズの、あの、プレイステーション5用に出てる、えー、7P か。アーティクトゥー 7P のブラックって、あの、会員にならないと買えないやつがあるんですけど、 ウェブサイト上からしか買えないやつが。買いになってたんですけど、ずっと。買えないんですよ。<laughs> 在庫が全然出なくて。だからね、どうしようかなっていう感じがします。ベース黒で、ね、他になんか赤とか、そういう色が入ってないやつで、またちょっと今いろいろ物色してるところですね。またなんかコルセアから新しいものが出る、9月に出るとか、 いろんな情報もあったりするので、そこら辺はちょっと気にかけていきたいなと思ってますけども、今のところこれでやってます。これ、PlayStation4 の時にも使ってたんですけど、なんら、なんて言うんだろうなうーん、不満なく、まあ、その、音を気にする上級者の方からすると、まだこの、例えばマイクはマイクで、もうヘッドセットのマイクだから、 あんまりだよねとかいろいろあったりはすると思うんですけどライトゲーマーマにととっっっててては十分だっていう感じでで使ってるところですか、ねはい、まあ先で言ったらもっと音がいいものをちゃんとヘッドホンと使用して用意してかつマイクは別にしてっていうのも将来的には持ってたりしますけどもまあ一緒になってた方が楽なんでねあのヘッドホンとそのマイクっていうのが一緒になってるヘッドセットの方が楽なんでね今そんな感じになっちゃってますけど 今はその新しいヘッドセットも物色しつつ、あとは夏っていうかまだもうちょっと暑いと思うんで、軽くこう、イヤホンみたいな感じで装着しつつマイクがあるもの、マイクそこそこちゃんとしたもの、まあ、だからスティールシリーズにこれもなっちゃうんですかね。とかっていうのはもうちょっと視野には入ってる感じですね。はい。で、えっ、ー、と、これがまあ、 周辺機器とかそこらへんの感じなんですけども今のところ全体的には満足してますというところですね今買ったものとかっていうのは不満はあんまりないっていう感じですでマウスとかマウスじゃねえなキーボードかキーボードもちょっと買おうとは思ってはいって要はその FF14 とかちょっとチャットをやったりするとき用に、うん、どうしてもキーボードってあった方がいいよねと思ってるんですけど そこはちょっとまだ考え中なんですよね。できれば黒ベースでまた青。<laughs> 青がちょっと差し色で入ったりするといいなって思ってたりするんですけど、そこはまた別途考え中で、なんかいいキーボードしてる方はね、もしいたらコメント欄いただけると嬉しいです。で、そうね、PlayStation 5の、まあ当たり前ですけど、そのゲーム性能というか、そこに関してですけど、 現状、レイステーションファイ5専用ソフトっていうのがやったのは、まあ、もともと搭載されているアストロプレイルームはもちろんそうですし、あとはスパイダーマンのマイケル・モラレスですか。あとはジャッジアイズの、えー、とリ,マリマスターじゃなくて、あれなんだっけあれもレイステーションファイ5用のやつをやったのと、あとはファイナルファンタジー7リメイクのインターミッション、これはユヒィ編ですね。 であと、スカーレットネクサスを一応、プレイステーション5のソフトというところではやったんですが、実際問題、まあ、フラットに言うとですね、めちゃめちゃいいっていうところはあります。えっ、ー、と、それはまあ、60fps で動いてくれたりとかするし、だ、だけども、今俺が言ったタイトルって、まあ、ファイナルファンタジーぐらい、ファイナルファンタジーとマイケル・モーラレスぐらいかな。 その他なんかグラフィックをめっちゃ押してるっていう感じでもないんでね。で、その、今だと、そのファイ、プレイステーション5のそのグラフィック性能とか動作性能とか、あとはその、こういうコントローラーでやる新感覚感、あとは 3D オーディオとか、音のこところですよね。全部ひっくるめて、これが今、 プレイステーション5の能力を最大限に引き出してるゲームだよねっていうのは多分ラチクラなんだと思うんですよ。で、俺将来的にはこのラチクラやろうと思ってるんですけど、まあ実際問題まだやってないところからすると、あのー、プレイステーション5ってもちろん素晴らしいんだけど、まだまだ俺はこいつのパフォーマンス全てが見れてないなっていう風にも自覚があるっていう感じですね。現状やったタイトルだとまだまだっていう感じがしてます。 うん、まあ、ファイナルファンタジーはあれだけどねでこれからですね「テイルズ」やったりとか「まあ、ロスト・ジャッジメント」が来たりとかケナとかあとは「ファークライ」なんかも来たりするのでそういったのをやっていくとよりなんかこう「プレイステーション5」すげえっていう感じになるのかなっていう感じがしてますあとは、まあ「まゴースト・ツシマ」のディレクターズ・カット版とかね、はい あれもやろうと思ってるんで、時間ないですけど、まだ <laughs> で。で、ただ、その、いいことばっかじゃなかったっていうのもあるなっていうふうに今のところ思っていて、というのも、ここ数週間、あの、アンチャーテッドシリーズを連続してやってたんですけど、プレイステーション5で、まあ、プレイステーション4のゲームをやってるわけですけど、うん特にアンチャーテッド4、 プレイステーション5でやってても割とかくついたりとかあとはちょっとバグがあったりとかっていうのは起きてたんですよねまあバグっていうのはアンチアテッドの他のシリーズでもありましたけどそういうのもあるのでなんかそれがまあソフトウェア的なことなのかうーんハードウェア的に厳しいのかそれとも両方がうまくかみ合ってないっていうのもいくつかなんだろうな雑把に言っても 理由がいくつかに分かれてしまうんですけども、そういうこともあったので、従来からの俺の意見っていうのはあまり変わらないなっていうところがあります。で、従来の意見っていうのは、今ね、その抽選に、まあ、ずっと応募し続けても当たらない方もまだまだいると思うんですよ。てか、そういう方の方がまだ多いんだと思うんです、どちらかというとね。うん、そういうい方が 多いからこそ未だに店頭に普通に並ばずに抽選だったりするわけで、まあ、抽選であの店頭に並び始めてるところもあるっていうのは知ってますけど、それでもまだまだだと思っていて。だけども、うん、さっきの,その新しいバージョンの p l a y s t a t i 5のことも若干関係しますけども、何にはともあれ、うん まだななのかっっててていいう感じはちょっとしていてそのまだなのかなっていうのはやっぱそのソフトウェアがこのプレイステーション5の力をですねしっかり発揮するようなものにもともとなってるかっていうとそのタイトルってまだ少ないよねっていうような感じなんですよねでよく YouTube とかでもそれぞれの、まあ、例えば XBOX もそうですけど プレイステーション4と4プロとこのプレイステーション5で同じタイトル比べて画質だったりとか時にはフレームレートまでしっかりあのー、比べてる動画があったりしますけども正直プレイステーション4プロとプレイステーション5で大きな差って生まれてないと思うんですよ今のソフトで言うとね 生まれてるタイトルの方が少ないというかプレイステーション5独占でやっているものだったらまだしもなのでラチェットクランクなんかは本当にプレイステーション5のその動作性で、ね、ロードのロードがないとかそこら辺もそうですしあとコントローラーの新感覚な部分とか音とかっていうところまでやってたりグラフィックももの,ものすごいクオリティ高いので。 ラチェクラ絶対やりたいんですとかっていうのだったら別ですけど、今のところの出てるタイトルだけで言えば、なんかそのプレイステーション5を手に入れられないことをそんなになんだろうな、うん、考えすぎなくてもいいというか、で、 販売してから1年も経たずして新しい、一応ブラッシュアップマンの型番ね、で、出てきてるように、もうちょっと先行くとまた新しいの出るんじゃないかなって思うんですよ、俺なんかは。で、特に思うのは、ストレージ全然足りないんで。で、先日、ベータテストでやっと、その拡張、SSD、うん、ベータでできるようになったでしょ。 ね今だとハードディスクか外付け SSD っていう感じで、一応こうストレージをそっちに逃がすっていうのできるんですけど、まあそのプレイステーション5用のソフトをするには本体に入れなきゃいけないよねっていうのがあって、結局出し入れすることになったりするんですよ。その外付けのストレージからデータの。めんど、めんどいじゃん。<laughs> でそれは多分ソニーもわかってると思うから、そのファンがどうのこうのとか、そのヒートシンクがどうのこうのっていうよりも、ストレージ拡張版って今年のホリデーシーズンぐらいに出んじゃねえのって思ったりしてて、実はうん。だって全然足りねえもん。ライトゲーマーの俺で足りないんですから、 もっと前からそのプレイステーションにこう、でゲームーっていう人たち、もっと足りないと思うのよ。この、これ結構悲惨で、うん、だって、700いくつでしょ、もともと。で、それが OS とかなんだっていうので、もともと使えるのが600いくつしかなくって。だけど、ゲームによっては100ギガぐらいあるやつもあったりして <laughs>、っていうことですよ。だいぶですよ。 だいいぶないんですよだから、うん、ソフトがそこまでプレイステーション5の能力をしっかり発揮できないっていうところとあとは本体自体のストレージがあまりにも足りないよねっていう部分と、うん、そこから考えるとなんか今手に入れられていないことをあまりにもその嘆くというか。 そういう必要もないのかななんていうにはちょっと思ったりしてます。もちろんこれはあの、当たって変えた側の人間が言ってるので、なんか若干その上から目線っぽい感じに聞こえてしまうかもしれないけども、なんか触っていて思うことはそういうことです。うん。で、この先、まあ来年のその、そうですね、 来年のホライズン続編とかぐらい、うん、から、だから来年だから2月とか1月とかですか。それぐらいまでに手に入れられてればいいのかなっていう感じはちょっとするんですよね。ラチクラどうしてもやりたいんだったら別ですけど。うん、そこら辺思ってます。 だってさ、俺なんかファイナルファンタジーすごい好きで、さっきも言った通りインターミッションやりました。で、またやりたいと思ってるんですよ。せっかく PlayStation 5になったんで、セブンリメイクのパート1を1からやろうかなと思ったりしてるんですけど、でもね、それでもね、4K と 60fps を両立できてないんですよ。両立できてるタイトル他にもあったりするんだけど。うん もともと、そのプレイステーション5って 8K で 30fps だ、4K だと 120fps だみたいなことが最初言われていて、まあ現状だと 4K で 60fps が両立できているソフトもいくつかあり、ありはしますけども、まあ、ほとんどそうなってないと。逆に言うとね。だからまだまだ、その、プレイステーション5自身が自分の、 ことを最適化するっていううのも必要だと思うんでそれはハード的にもそうだしその中のソフト的な部分でもそうだしでプラスその開発ベンダーですねゲームソフトの開発ベンダーの方でのそのプレイステーション5の能力値をそのうまく使うノウハウっていうところもそうだと思うんでそたまってこないとなんかその PS5 のスペックからみんなが夢描いてたところっていうのはまだまだなってなくて。 まだ先なんだよね、それができるっていうのはね。俺も調子こいて 4K のモニター買ったりとかもしましたけども、まあそんな状態ですよ。うん、スカーレットネクサスなんかは 4K60fps できてましたけど、でもスカーレットネクサスってもともと、なんていうんですかね、アニメ調のゲームなんで、そんなになんか 4K 感って必要かって言われると、あれじゃないですか。 うん、だから、うん、どうなんですかね、こ難しいところですし、やっぱりあたなんだろう、変えてない、欲しくて変えてないっていう、ね、ところは本当にあれなんね、うん、それでも俺は、まあ、そんなに今、こぞって手に入れなくてもって思っちゃってますね。 はい。あの、毎日プレイステーション5使ってゲームしててなんですけども。まあ、それでも今やってるの俺、ニーアオートマタでプレイステーション4のゲームだしね。うん。テイルズはすごく楽しみだったりはしてますけど。うん、だからプレイステーション4 Pro を今持ってる人で PS5 をガーッと手に入れようとしてる方がいたとすると、うん。そんなになんだろうな。 階段を2段も3段も上がるような体型になるかっていうと、今のソフトではそうじゃないよっていうふうに思っちゃいますけどね。うん、何回も言うようですけど、ラチェクラは別だと思うけど、<laughs> ラチェクラやりたいんだったら別だと思いますけど、うん、そんなところちょっと思ってたりします。正直ちょっと、やっぱ、 アンチャーテッド4で結構カクつく場面が多かったんですよ。そこをちょっと俺の中では、あ、!PS4 のゲームが PS5 でこんなカクつくみたいな、あったりして。まあ PS4 のゲームを PS5 で動かしてるってことなんで、うん、そこだろうなとは思うんだけども、まあちょっとやっぱ PS5、 が本当にそんなにいいものなのかっていうのはちょっと疑問にも思えてきちゃいます。うん、で、うん、そうですね。今年他にやったゲームとかで言うと、例えばインファマスだったりとか、あとはそのアッシュと魔法の筆っていう、まあそんなに人気もないのかなっていう感じのゲームをやったんですけど、 プレイステーション4のゲームだけど、めちゃめちゃグラフィックいいなって思ったりはしたのもいくつかあったりとかして。うん。だから、うーん、今、そんなになんか、PS5 だからじゃないとダメなものってあるかなっていうと、なかなか出てこないですね。その、俺はそうだね。その、脱走しないし。 そういうところもあるかもしれないけど、うーん、そうですね、アストロプレイルームやったときが一番うおって思ったかもしれない、その、新感覚的な部分で言うとね、そんな感じですかね、なんかだらーっと話しちゃいましたけども、プレイステーション5手に入れて約半年、もうすぐ半年っていうところで、思ってるところがこんなところですかね。 逆に言うと、まだまだ期待してるソフトってあって、やりたいソフトもあるし、そのさっきのゴーストブツシマのディレクターズカット版はもちろんそうです。このプレイステーション5に最適化して出してるっていうところもあるし、あとは、そうですね、デスストのディレクターズカット版もそうですね。あと、ウィッチャー3なんかもまだ実際のその、 発売日みたいいななものは言われてないですけど、リリース日みたいなことは言われてないですけど、プレイステーション5用にっていうのがされてるなんて話もあったりしますし、あと、ゴーストバイヤー東京とか、ホライズンの,その続編、あと、ストレイですね、これ猫を操作してやってるやつとか、めっちゃ俺期待してたりするんで。 そこら辺ですかね。今言ったのは、おそらくトレーラーのグラフィックからしてやべえ奴らだから、まあ、私も時間を見つけて、そしてタイミングがあったら即,即座に手にしてやっていきたいんですけど、そこら辺ですかね。去年の、なんかは、PlayStation 5、PlayStation 5って、もう,もう出るんだ、みたいな風になってた時と、 今って比べるとそんな感じですよ。その当時は、例えば、あの、そうですね、えっ、ー、と、アサシンクリード・バルハラとモチドックス・レギオン、迷ってたぐらいなんですよ。え、どっち先にやろうみたいなのとかで、かプレイステーション5で来た時どっちがいいのかな、みたいなとか。 悩んでたけど、結果的に、そんななんかそれぞれのタイトル盛り上がんなかった。でも俺、バルハラもやろうと思ってるんですけど、で、バルハラなんかはアップデートを重ねて、だいぶ、ね、当初の、あれを払拭して、すごい良くなってるって話だし、レギオンはレギオンで、俺、レギオンやったんですけど、プレイステーション4でね。あの、追加のそのストーリーとか、 あとはキャラクターとか、また先日も新しいそのコンテンツ発表されてたんで、またちょっと時間ある時に触りたいなと思ってるんですけど、なんかその、去年、プレイステーション5に向けて盛り上がってた気持ちからすると、まだそんなだなと、その時のなんか理想感というか、それが満たされてるかっていうと、まだまだだったなっていう感じあるんですよね。まあサイバーパンクなんか俺、PC でやっちゃったしね。うん プレイステーション5手に入れられなかったから、だったら PS4 でやるより PC の方がいいだろうと、若干スペックが上がってるから PC の方がいいだろうと思って PC でやったんですけど、逆にそっちはそっちで PC の凄さをもう、なんか感じたというか。ファークライファイブも若干ちょびっとやったりとか、PC で。へぇ、PC でこんな画しいいのみたいな感じに。<laughs> そっちの方が先になっちゃったんだけど、 だからうんちょいちょいコメントでもね30何回外れ続けてるとかっていうコメントもあったりしてもちろんそれはその何て言うんですかね憤り感というかそういうの本人にしかわからない部分だったりするし俺ももう手に入れちゃってるから想像するしかないけどそういう方の気持ちとかをねうん。 慰めるとかっていう気持ちでも何でもないんですけど現状俺が感じてるところとしてはそういうところですようん正直なところで言うとねでそうですねやっぱりいくつか異常だよなっていうふうにも思ったりしますもちろんそれは転売ヤーの,その力が働いちゃって で負の方に当たれちゃって手に入れられらるる人が減っっってててしまってるっていうところもそうだしゲーム機でこんなことにかつてなってたかっていうと俺もゲームに疎いからはさそんなに追っかけてなかったからあれなんだけど記憶じゃないんだよねあんまりこういう風になってることっていうのはね。なんか予約すらさせないっていうのはなかなかないなと思ってね。 なんかもうちょっといい方法なかったのかなっていうふうに思ったりしました。まあそれを踏まえてプレイステーション6の時にはもっと上手いやり方してほしいなっていうふうに思うし、なんか常に、その、抽選にさらされるというか入っていかなきゃいけないっていうのはやっぱしんどいしさ、予約はさせてくれよってやっぱ思うよね。うん、それがたとえ10、10万、10万番目だったとしてもね、1週間後にはさ、 ね。9万番目になってる。そういうこう、進んでる感っていうのは出るわけで、そういうのなんかやり方ねえのかなって思っちゃったりもしました、うん。その、量販店とか第3のお店にも扱わせるっていうところがあるから仕方ない部分もあるのかもしれないけどね、ソニーが一括でできないから、そこはちょっと思うところですよね。で、あと、 まあ個別のタイトルで申し訳ないんですけど、ファイナルファンタジーのセブンリメイクのこのインターミッション、あユフィ編の部分ですよ。インターグレードはインターグレードでいいのよ。プレイステーション5で、プレイステーション5に最適化しましたっていうのはそれではそれでいいんだけど、ユフィ編のインターミッションに関しては、これプレイステーション4でもできるようにしてほしい。俺は思ったよ。やってて思ったよ。 やって思ったよ。やる前からもそういう願いだったけど、やってからもそれは思ったよ。うんだって、すごいす、なんだろうな、ストーリーに関係するじゃんと思って。やってみたら。なんか単なるユフィのファンがやればいいよねぐらいのものじゃないじゃんっていうふうに思ったんで、その中にいろんな、なんだろうな、やっぱ感動が詰まってたから、 俺はそのファイナルファンタジー新しいファイナルファンタジー7っていうものをやっていく人たちのやっぱ前のめりの人たちはみんなが触った方がいいだろうなって思った何だろう話だったからこれをさ今その手に入れるのが本当に難しくなっちゃってるプレイステーション5限定にするっていうのはちょっと机にいようって思いましたよ。 もちろんそのソニーとのね、話の中でやってることだと思うから、スクエニの独断じゃないんだろうけども、これを PS5 限定は、いささかね、その、セブンリメイクのパート2が PS5 のみだったらまだわかるのよ。それはまだわかるの。うん。あの、新しい表現とかも入れていくだろうし、 クオリティをより高くしていきたいっていうのはあるだろうから、うん、だけどユフィ編はちょっと PS4 の人にもできるようにほんとすべきじゃないのっていうせめてそういう努力をしたかなんかこういう理由でできないんですっていうなんか具体的な説明はだったらあってほしいなっていう風に思ったしねこのユフィのアクションは PS4 のパフォーマンスではできないんですみたいな。なんかそんな感じには見えないんだけどん。ちょっと思いましたね。まああの、何の話してるんだっていう感じのね、動画をなんかダラダラとちょっと撮っちゃいましたけども、私、今日、えー、本当は出そうと思っていた動画がですね、先方の都合により伸びてしまってですね、 やっぱ今日じゃないと <laughs> いうことになってしまって、延期、公開延期になってしまったんでね、出す動画がねえということで急遽撮った次第であります <laughs>。はい。ほぼほぼノー編集で何の話やっていう感じかもしれませんけども、ちょっとまあ、ここ数日ね、動画も出してないところだったんで、ちょっと生存確認も込めてね、こんな感じお話を撮った次第です。はい。 何にしてもね、ちょっと、ニーアオートマタ、今ですね、えっと、ーエンディング、ールート、シーエンディング、3週目って感じじゃなかったからね、俺、始めてみたら、その C を、始めてみたら3週目じゃねえんだっていう、うん。ちょっと戸惑いだからやってますけども、ただすごい楽しんでいて、ニーアオートマタのクリアが、テイルズ・オブ・アライズ、9月9日までに間に合うのかっていうのをちょっとね、ヒヤヒヤしながら今やっております。 はい、で、テイルズ・オブ・ア・ライズやった後は、そは、ジャッジ・アイズ2ともなる、ロスト・ジャッジメントね、キム・タクがオトク2が9月の24日ありまして、おそらくテイルズやってると、このロスト・ジャッジメントの発売日には間に合わないんで、これが後ろにケツがね、ずれていくと思うんですよ。で、かつこの間の9月の21日にケナが出てるんで、それもできてないと、できないと、いうことになりますよ。でそんな中 10月の7日にファークラシックスが出たりとか、10月の14日には鬼滅鬼滅の刃のゲームが出るとかっていうのは私、もうひっちゃかめっちゃかです、私はもう。本当に。もう、さっきも言ったようなね、そのアサシンクリードバルハラもそうですし、ゴーストブツシマ、そしてデスストのそれぞれのディレクターズカットもあります。対策がいっぱいあるのよ、まだやってないのが。もうすでに発売もされていて。 でもっと言ったらさ、その、まあ、アンチャーテッドを4部作やりましたけども、まだスピンオフが1個残ってたりとか、トゥームレイダーだって3部作あるよ。バットマンも3部作あるんですよ。ね。その他にも、俺ドラクエ11なんか俺 S 買い直してやろうと思ってますよ。なんか、こまごましたところでさ、 なんかその、ナイトメアとかナイトメア、ナイトメア2出てますけど、ナイトメア俺やってないから、ナイトメアもやんなきゃいけないし。うーん、なんか他にもね、パークライもあるけど、パークライファイ5とかも買ってあるんですよ。ベオネットも。ベオネットなんでめぐみさんがおすすめしてるお面白いやっぱ面白そうだなと思って、買ってあるんですよ。全然できてない <laughs>。で、この間ライブ配信の時に数えたら、 俺、その、プレイステーションストアで、その、これ、欲しいリストって選べるじゃないですか。あれがさ、90超えてたよね。ライブ中に数えたけど、90超えてるんですよ、欲しいリストを。<laughs> まあ、まだ、欲しいリストだからね。買ってないんだけど、それは。でも、すでに、プレイステーションのライブラリに入ってるものも、まだ多分、40タイトルくらいあるのかな。 で、パソコンの方も多分20タイトルぐらいあるのかな。いろいろやるともう、大変です。本当に。俺が生きてる間に、俺がやろうと思ってることができるのかっていうね、本当その危機感ですよ。俺明日死んじゃったらさ、百何十個のゲームのそのストーリーを知らないまま、 死んでしまう。まあ、これはもう、怨念として残ってしまうよ、このままだとね。だからそうならないためにも、本当にあの、ゲームをですね、ちょっと進めていかなきゃいけないんですけど <laughs> で。もっと言ったら、もう前にやったゲームも、もう今一度やり直したいなと思ってたりはしていて、その、特にファイナルファンタジーシリーズなんかそうなんです。えっと、 今 FF7 リメイクっていうのがリメイクとしてそのタイトルとしても新しくなって出てきてるんですけど前のものですよね、えっと、f f 1 0 h d f f 1 0 2 h d、ね、f f 1 2 z o d i a c k e g e f f 1 3シリーズは、まあ、幸運にも今年全部できたんで,であとは FF15 これも賛否両論あって、俺ももうプレイステーション4でやってるゲームなんですけども今一度やりたいなって思ってたりします、はい、でやるもう考え出すともううわーっとどうしようっていう感じなんですけどもねでやっぱりこの FF7 リメイクは一応そのインタグレードになったんでそのプレイステーション5に最適化されたやつをもう一度一からやりたいなって思ってたりもするんですよね でさらに、パート2が発表された時に、今一度、もう一回最初からやろうかなと思ったりしていて、うん、時間が足りないですね。てか、そもそも FF7 リメイクのパート2っていつなんこれ、今のところ3部作、 説が濃厚だけどさ。これ今年出ないじゃない絶対。な来年として。来年再来年なのかな濃厚だったのが3年ごとだったよね。え。 俺生きてんのかな <laughs> わかんない。もうこのリメイクもね、完結するまでに生きてるかもちょっとわかんないですけど、まあちょっとそんな感じですよ。何の話かわかんなくないって申し訳ないですけども、なかなかね、あの、私はスマートフォン関連の話がメインでね、ゲーム関連っていうのはあれなんですけども、あの、楽しくゲームもさせていただいてるというところです。はい。 一応サブチャンネルの方で、えー、とゲームプレイ動画をね、上げていたりはするので、まあ、結構やってますよ。今年に入ってもう20本ぐらいやってたりするんで、何気に。頑張ってる。そっちも頑張,頑張ってる。ゲームやること頑張ってる、遊びに頑張ってるんですけど、あの、何かね、気になるタイトルとかがもしあれば、チラッと見てね、ああ、そんな感じなんだっていうふうに参考にしてもらえればなっていう。 ところです俺のヘタヘタアクションで申し訳ないですけどねはいあの鉄板ネタですけどスパイダーマンなんか俺チュートリアルで死んでますから <laughs> まさかね俺昔格ゲーとかめっちゃやってたんすよそれがさ大人になってからやってみたらどうよアクションゲームのチュートリアルで死ぬってどうよ でひっちゃかめっちゃかで、アンちゃんもやってますけども、はい。あの、ぜひね、えー、ながら、ながらみというかね、ラジオ感覚で、だらだらと、え流していただければと思います。ね。俺がね、オーマイガーって連あの、連発してますね何なんかあると、oh、オーマイガーって言いながら <laughs>、やられてますんで、はい。ということで、はい。まだいいな。バイバイ。